はるちゃん、草履片っぽなくなった。さっきまで履いてたじゃないですか。三つくね、たかし、向こうに落ちてた。たかし、素敵素敵ね。なんか涙物が流行ってるな。キラちゃん、一緒にケーキ食べる？あのね、チョコとイチゴのがあってね。邪魔！お前何年だよ。なんで後頭部の制服着てんの？どうした三つくん、うん、辛いぞ、こんな年上の仲間がいるなんて。言うべきだろうか。三つくに減りすぎだ。あ、いった。ハミ君いただくわ、すっごく美味しそう。そう、ちょうどこのくらいの量がいただきたかったの。すごいわハニー君、どうしてわかったの？本当。はあ、ハニー先輩、そんなに甘いものばかり食べ続けて虫歯になっても知りませんよ。大丈夫、ちゃんと歯磨きしてるもん。あ、うん、あ、あ、ハニー先輩、まさか。なんでもない。ほら、口開けてみてください。ちょっと、ハニー先輩おとなしく。なんでもない、なんでもない、やだ。ハニー先輩はああ見えて秀才でいらっしゃる。そして森先輩は寡黙さが売りなんだ。はあ、はるちゃん、はるちゃんも一緒にケーキ食べる？いえ、甘いものはちょっと。じゃあ僕のウサちゃん貸してあげる。いや、ウサちゃんもちょっと。僕のウサちゃん嫌い？大事にしてね。うちの部は各自の特性を生かし、お客様のニーズに応えるのが方針でね。少年たちの心とは。もう逃げられないよ。僕に逆らうとどうなるかよく覚えておくんだね。よせ三つくん、人を傷つけるたび傷つき苦しむのは結局お前自身だ。僕に意見するな、たかし。またお仕置きされたいのか。やがて彼らを待つ結末とは、救いの光か、それとも。僕は身分不相応のやつが大嫌いなんだよ。でも、ひかちゃんもかおちゃんもいちご好き。
状況が悪化するからやめとけ。せい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 。よーし、10分休憩。バス。あれだよな、なんつうか羽野塚首相って男らしくて厳しくて鬼首相だよな。そうだそうだ、鬼首相だ。そうだそうだ、鬼首相だ。鬼だな、自分の中にいける鬼だ。博士、はるちゃんどいて。な、何をするこのチビ。カモワン、こいつを。もう無茶なことしないの。僕の仲間をいじめたらダメだよ。ハルヒ。いやー、俺のクマちゃんが、次は僕らの番だ。ウサちゃんが発見された。僕のウサちゃん、誰が汚したの。ウサちゃんがどうしてもお茶を飲みたいって。そっか、だからお顔が汚れちゃったんだね。あ、ケーキも食べるかな。それにこの勝負なら心配ない。三つ国は安地下にわざと負けて勝負を譲るつもりだ。あいつのことなら何でもわかるさ。覚悟。あ、わーい、勝った。ケーキケーキケーキ。あ、そうだ、勝ったんだからこれからはスペシャルケーキナイトを週3回にしよう。森先輩、どうまい。ケーキの方が弟への愛にも勝るのか。だ、そうですよ、ハニー先輩。どうしましょうね。ホスト部をなめるなよ、お前ら。